浜松市議会議長を3回務めたベテラン市議が異常な性癖と発言した問題で謝罪です。性的マイノリティに対する差別的な発言として問題となり、明日記者会見を開き説明する方針です。私の失言でありますので、心からお詫び申し上げ、皆様には本当にご迷惑かけたことを、申し上げて挨拶します。申し訳ありませんでした。今日全員協議会の場で謝罪したのは自民党浜松の重鎮、柳川寿一郎議員です。柳川議員は今月2日に行われた市民文教委員会で、中学校教諭の男が男性アパートに侵入した疑いで逮捕された事件について、異常な性癖だ、普通なら女性のアパートに侵入するのにと発言し、性的マイノリティに対する差別的な発言として問題となっています。一部議員から公式の場で謝罪すべきという指摘があり、柳川議員は明日記者会見を開き謝罪する予定です。